キャラミは、イタリアの自動車メーカーマセラティが1976年から1983年まで製造したスポーツクーペである。キャラミの名は、第1南アフリカグランプリが開催されていたサーキットの名称で、1967年、南アフリカ GP でマセラティエンジンを搭載したクーパー。ロンシャンとキャラミの比較1976年に、シトロエンからマセラティを買収したデトマソが倒産の危機に瀕していたマセラティの当面の危機をしのぐべく1976年春のジュネーブ賞で発表し急遽市場に投入したモデルである。ベースとなったのは1973年から生産し比較的好評であった2+2クーペでトマソ・ロンシャン。そのフォード製 V8OHV に変えて伝統のマセラティ製V8DOHC エンジンを搭載し、トム・ジャーダによるデザインも、ピエトロ・フルアに前後を化粧直しさせた。内装も計器類や、ステアリングホイールなどは、マセラティ伝統のものに変えられたが、基本は、ロンシャンと共通で、マセラティらしいエレガンスは感じられないものであった。当初のエンジンは 4200cc255 馬力であったが、1978年以降は 4900cc に変えられた。トランスミッションは車両の性格を配慮して当初から ZF 製の5速 MT または3速 AT が選択可能でパワーステアリングも標準装備であった。キャラミのエンジンシャシーは同じく1976年に発表された4ドアのクアトロポルテ3にも流用された。デトマソ主導で開発されたキャラミとクアトロポルテ3はシトロエン時代に開発され、得意なステアリングブレーキを持ち生産コストの面でも不利であったカムシンボーラメラクに代わり、量販車ビトゥルボが1981年末に登場するまでの間、マセラティの主力車種となった。キャラミの生産台数には諸説があり、1983年までに作られたのは155台とも184台、188台、あるいは210台とも言われる。わずかながら、当時の日本総代理店、ガレージイタリアによって、日本にも輸入された。純粋なマセラティ車とは言い難い、誕生の背景もあって、文献も少なく地味な存在になっているが、実際の所有者によると剛性が高くバランスの良い。シャシー設計とパワフルなエンジンを持つ優れた車であるという。ありがとうございます。